はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長ネオボ大使 with パープキット。ね、年末年始特別企画っていうことでね、300本動画ね、アップロードしましょうっていうね、ことでやっております。ただね、それをクリックした人、はい。ね、300本ね、アンケートでね、やることになったんですけど、それをクリックした人、多分、動画見てないね。そうだね。アップロードしてね、ちゃんと見てないね。多分ね、1日経ってもちょっと再生数的にね、少ないんで、ね、他のね、今までのね、半減ぐらいしてるんですよね。多分見てないね。責任持ってね、ちゃんとね、見てください。ということでですね。あれだね、野村誕生の長尾為景の第3話だね。じゃあ始めていこうか。我に続け。あ、どっか宣戦布告しようと思ったら忘れてた。忘れてたね。1ヶ月休憩与えちゃったけど、まあ、いっか。宇都宮とかここら辺行きたいね。唐沢山行こうか。唐沢山行こう。関係ない。大義は我らにあり。通称結んでるとさ、金銭収入減るからね。1230。いるでしょう。近場からでいいね。17。20。19いらない。でもいらないでしょ。で、一人いるよ。武将大事。ここら辺もそろそろ、あれに攻め込まれる可能性あるだよね。北条さんに攻め込まれる可能性もあるんで。武将大事。2100持っていけばいいでしょ。ソロはそんな大事じゃない。参りましょうか。いくらでも買えるんで。そしたら、ここ行こうか。諏訪家。諏訪家行こう。違う。村上行こう。村上行って、小笠原行って、ここら辺行こう。大義は我らにあり。助立ちいたす。おい、助立ちいたす。もう784しか兵糧くれないんじゃ、もう相当多分もうなくなって、あれだね。相当、もう、兵糧持ってないね、ここら辺の同盟ね。0日のところだけでね。4000出るけど、3000持ってけばいいんで。違う。3000。2500か。2500じゃ、出てくるんじゃ。3900ちゃんと持っとこうか。我に続け。で、そしたら、諏訪も行こうか。この辺の弱小なところはもうどんどん、一気に攻め立てよう。助立ちいたす。力を貸すぞ。当然さ、他のところにさ、全部取られちゃうんだったらね、お仲間にしといてあげた方がね、絶対相手も喜ぶでしょう。二人しかいないのか。じゃあ、妖怪のところも連れてこようか。そしたら、これも3000ぐらい。で、いいでしょう。ついてこい。で、ふかしは何人だ、ここ。二人でいいのか。でも、ここがもう2000しかいないから、ダメだね。国峰一人しかいないね。こっからも取ろうか。ここから。ここから持っとこう。
4100金。我に続け。これで不可侵に行こうか。小笠原さん、はい、この辺ね、一気に肝を大事にします。力を貸すぞ。手を打とう、いいんじゃないのかな、これで。我に続け、うん、でそしたらあれだ、こっちも宇都宮も行きたいね。この辺から宇都宮行こうか。宇都宮も行こう。大義は我らにあり。助立ちいたす。宇都宮な何人いればいい？方位が宇都宮はあれ二人か。二人じゃ楽だね。二人じゃそんなに武将つかなくていいね。沼田から二人で。3500ぐらい、3200。このまま持ってけば宇都宮行けるでしょ。我に続け。うん。参る。問題ないね。我に続け。宇都宮より下から行った方が良かったんだ。へえ。そしたら、あとはちょっと時間かかりそうだから、ちょっと、あれだね、とりあえずこのぐらいにしとこうか。本当は、信玄さんも行けるんだけど、ここら辺とか。行っちゃおうか、信玄さんも。ついでに。うん。ついでにで攻められる、ね。あの、信玄さんだね。はい。大義は我らにあり。助立ちいたす。はい、信虎ね。うん。あ、そういえば信虎もやってないとかって言われたね。そういえば。じゃあ次あたり信虎にやってみようか。ついでに攻められるね、信虎さん。ちょっとかったるいかもしんないな、信虎さんのところは。どうだろう。信虎さんバカじゃないからな。後ろあるから集められちゃうと。いざ、参ろうか。厳しいかもしれない。信虎、あとここにも後ろがあるんだね。うん。どうしようか。ここから川越から持って行って、川越から。川越。ここも持ってこうか。ちょっと川越だけじゃちょっと心配だね。解除で。あ、間違えた。6日のここを持ってこう。あと川越からも持って行って、武将弱いね、川越弱いね、弱いんだけど川越。川越弱いんですけど、これで3900持ってくれば。我に続け。4000。うん。我に続け。で、こっちからも国峰この辺、でここら辺行こうか。うん、ちょっと攻めきれないね、ちょっと。うん、25、29、11。うん、ちょっと攻めきれないかな。どうだろう。11000か。どこがそんなにいる？ここはじゃあ、解除しようか。もう3部隊でいいや。うん。6400とりあえず持っていけば。後に続け！ここで当たる？ここで当たる。33日もここで当たる。じゃあ、こうやって行こうか。ついてこい！うん。
アラコン6400、どこにも向けてないね。この6400は、ここに置いとこうか。後に続け。うん。じゃあ、こんな感じでね。まあ、わっさーっとね。うん。弱いところね。全部出兵しました。ね。で、ついでに、ノブトラさんもね、攻めに行くような感じですね。はい。じゃあ、北条と、里見家、北条にお味方しときましょうか。うん。手を貸そう。攻めと来られるのも嫌だしね。うん。自動婦人で、これあれだよね。初期化個別婦人で包囲できるよね。包囲できる部隊を作ってたはずなんで、3体ぐらい、大体どこに行ってるんで。うん。承知。おっと、ここ4部隊だったか。自動婦人で。じゃあ攻撃にしとこうか。攻撃にしとけば出てこないからね。うん。まさかの4部隊だった。で、カラサヤマは落としましょうってことだね。まあ、攻撃でもいいんだけど、初期化個別封じって、これ、包囲できるでしょ。うん、2部隊だね。承知いたしました。包囲しておきましょう。かしこまった。包囲だ。いいんじゃないんですか。これが、ここがあれか。強行でいいか。消えないでよ。これ強行消えないでよ。はい、ではね、進めていきます。長尾なんか、越後上杉じゃ行くしかないですね。うん。個別婦人で包囲だね。かしこまった。かしこまりました。包囲。じゃあ、包囲で行きます。ここはどこだ？宇都宮。個別婦人で、二人いればね、よかったねっていうのと、二人だったんだよ。承知。じゃあ、方位で行きまーす。うん。いい感じに取り付いてるんじゃないのかな。ちょっとね、時間かかるけどね。深志は、個別婦人で。一人しか送ってなかったか。これ、深し送り直すしかないの、これ。表情を始める。武将一人、それは無理だわ。うん。裏切られちゃったから一人になっちゃったんだよ、これ、多分。軍事対面にしとこうか。そうだ、軍事タイムでいいね。うん。ただ、商業でも、農業でもいいか。農業タイムにしとこうか。あ、でも軍事ポイントは足んないね。軍事ポイント足んない。これでいいや。37、35、30、35。37やるか。これにて表情を終えるぞ。大阪アップこれ取って、じゃあこれで。一応。深し裏切られたんで、きついなぁ。あとは、歩兵してある？ちゃんと。歩兵はちゃんとやってあるんだね。あ、長寿もやってあるね。だから、どっか武将二人。じゃあ、こっから行こうか。高戸から？じゃないと。出ないもんね。解除。三部隊にしとこうか。どこでも使えるように。うん。で、
4700円3000円。あ、1ヶ月2万も使っちゃうこれ。相当兵糧食ってんな、これ。やめとこうか。これは、やめとこう、やめとこう。ちょっと、勢い余って出したら、兵糧がやばいことになっていた。うん。これはじゃあ、強行攻撃かなんかでそのままほったらしにしとこうか。違う。ここじゃないな。しかし、ここか。うん。ほっぽとがあと46日しか兵糧がない。闇取引。闇取引入れて。皆の者、我に続け。兵糧買おうか。商業を詰めて。はっ。取引を行いましょう。で、これで何日もって、53日。うん。いいね、いいね、いいね。うん。じゃあ、このまま進めよう。これ返そう、ちょっと。うん。で、他の、どっかが落としたら、そいつが向かおう。近場で落ちるはずなんでね。じゃあ、進めていきます。兵糧買ったよね。うん。だから、建築は、撤去で、いらないのだけ撤去しよう。通りで、準検場もいらないよね。忍びの里もいらないよね。うん。ちょっと、準検場だけ確認しようか。どこの辺にあるか。もし使えるところだったらね。これ使えるな。これ使えるな。これ、ここで使える。うん。使えるところだけは解除して。うん、ここも攻めちゃってるからも関係ないんで、いらないね。うん。じゃあ、こんなところで、削除します。新設で、貯水？うん。あ、あと馬があるじゃん。撤去。撤去。馬が邪魔なんだよ。馬邪魔。宿場町となんか鉄砲の間にあるんだよね。うん。うん。だね。ここ、なんで2個も作ってる？いらないね、ここ。こっちにもある。こっちにもある。お前ら、どっちかにしろよって、ね、言いたくなってくるけど。まあ、いっか。とりあえず、貯水作れるところ取っとこう。承知いたしました。はっ！はっ！承知。うん。で、いいかな。あとは自然に作るでしょう。じゃあ、進めていきます。あ！工場だ。これだ、高いのが。日頃の高いのは原因が分かった。これが、64日。誰がそんな一体持ってるこの工場さん。この、ここ3つだよね、多分。2つ、3つ。どっちこれ。3つ。部分騎乗しよう。部分騎乗。こんな入れてたらダメ。5100。高田さん、あなた帰ってください。まだ高いな、8200。まあいいや。うん。これで少しは、ね、ヨロ楽になるんで。見えていたことよ、すべて。これ、早いんじゃない？強行12日、いいね。交渉ついてるから関係ないね。で、これが、取り終わったら、成馬さんこっち行けばいい？ 2700 か。ちょっと機微だな。使いの者が来たようです。それも交渉の従属の申し入れ。宇都宮どうしよう、従属。守るのもめんどくさいからなぁ。あ、でもいいか、承認しよう。宇都宮がこれで OK で。そしたらそのまま次にね、進もう。ナスケ、行きましょう。大義は我らにあり！
助立ちいたす。じゃあそのままね、行こうか。参る。我に続け。で、戦線に報告したから兵糧も入ってきたからね。ちょっとね、この北条さん、この部隊がね、忘れられた男ね、北条高橋、ね。この城、いただくとしよう。手を打とう。こっち行こうか。進め。南部がでかく なっちゃうね。その前にどんどん行きたいね。標高54。うん。初期化、個別婦人で、多い。かしこまりました。で、49日分しか兵糧ないんでね。うん。多いで行きましょう。うん、いいんじゃないのかな。じゃあ進めとこう。報告いたします。一応兵糧買おうか。取引を行いましょう。あー、チックショー買えなかったか。悔しいな。かしこまりました。うん、とりあえず防衛しよう。こう取ったよね。あとはこの辺取ったよね。あ、取ってないんだ。この辺は取ってないんだ。そう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 。取ったのはまだ一箇所しか落としてない。ここはね、あれで取ったんでね、従属させちゃったんで。一応47日間分兵糧あるんで、このままちょっと突き進もう。うん。これでほぼほぼ落ちるんじゃないのかな、多分。うん。やってやるぜ。よし。この勢い誰にも止められねえ。うん。で、ちょっとずつ兵糧入ってるんでいいね。じゃあそのままついでに基礎福島行こうか。ついでに。あれ、戦線報告できない。ついでに基礎福島行きます。我らにあり。助立ちいたす。うん、勝負兵も余ってる。勝負いいぐらいの兵なんでね。進め。福島に行きます。じゃあ進めとこうか。で、ここら辺もそろそろ、深志は個別人で承知いたしました。かしこまった。ほい。戦を知らぬ者、去るがよい。あ、村上さんね。はい、ありがとうございます。村上が落としたんで、ついでにこっち行けるんだけど、こっち行ってもしょうがないんだよね。ミキさん行けば従属するかな。いや、隣接してないから従属しないね。うん。でもしょうがない、ついでに行っても。行くとしたら、飯田城？飯田城行ってみようか、ついでに。兵糧どのぐらいもらえるんだ、ついでに。宣戦布告で。助立ちいたす。助立ちいたす。1200か、あんまもらえないな。まあ、しょうがない。参るぞ。じゃあ飯田行きましょう。48日兵糧切れるか。うん、まあしょうがない。進めていこう。これがね、早く終わってくれれば、これ解散しちゃえば。あ、交渉ついてる。交渉しようか。うん。あー、でもあれか、こっち10日持たないか。本銀切り替えとこう。あ、こっちは銅管も持つ ?21 日。ああ、交渉しとこうか。
そうだね。じゃあ、ここを根金切り替えて、交渉、交渉、あれだね。うん。行こうか。あ、兵糧なんか入ってきたね。なんか、なんかね。これで寄り持つよ。それが出てきました。はい、寄り切ります。ありがとうございます。これからも私を支えてください。はい、佐野家もね、下りました。じゃあ、そのままこいつは、あれだね、大田原行こうか。出陣します。うん。じゃあ、進めて、交渉だね、多分。はい、柿崎。あ、上司倉庫で行ける？どうよ。強いね。でもいいや。どうせすぐにあれだし、それでいいのかな。負けてやるわけにはいかぬ。上杉さん。お願いします。全面覚悟59。けどね、戦い続ける覚悟がある。ああ、いいよいいよ、じゃあ。じゃあ、時間稼ぎだったね。森山崩れ。ああ、松平家に激震がしてる。信清がね、死んじゃったってやつだね。商いを始めましょう。報告いたします。ご命令を。じゃあこれちょっと兵糧食いすぎてる舞台なんで返します。はい、ということでね、第3話ね、この辺で終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。